ダビド・パブロ・ナル・バンディアンは、アルゼンチン・コルドバ出身の男子プロテニス選手。シングルス自己最高ランキングは3位。ATP ツアーで、シングルス11勝を挙げた。身長180センチメートル、体重79キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。アルゼンチン選手初の2002年ウィンブルドン選手権、男子シングルス準優勝者。 2005年テニスマスターズカップ優勝者。マスターズ戦優勝2回。アルゼンチンの選手として、初めて4大大会すべてのベスト4に進出した選手である。5歳からテニスを始める。ナルバンディアンの自宅には、アルメニア人の祖父が作ったセメントのテニスコートがあり、家族ぐるみでテニスに親しみながら育った。ジュニア時代には1998年。 全米オープン男子ジュニア部門で優勝があり、決勝で同年度のウィンブルドン選手権男子ジュニア部門優勝者、ロジャー・フェデラーを6から3、7から5で破った。2000年1 8歳でプロ転校。2002年ウィンブルドン選手権で大会初出場の第28シードながら初の決勝進出を果たす。そこで第1シードのレートン・ヒュイットに一から六、三から六。 2から6のストレートで完敗したが、ウィンブルドン初出場選手の決勝進出は1968年のオープン会合では初の快挙であった。その後もナルバンディアンは順調に成績を伸ばした。2003年全米オープンでベスト4に入り、準決勝で地元アメリカのアンディロディックに7から6、6から3、6から7、1から6、3から6で逆転負けした。 2004年全仏オープンでも準決勝進出を果たすが、同じアルゼンチンのガストンガウディオに3から6、6から7、0から6のストレートで完敗した。2006年全豪オープンでベスト4に進出し、ナルバンディアンはすべての4大大会でベスト4進出果たしたが、準決勝でマルコス・バグダティスに6から3、7から5、3から6、4から6、 四から六の逆転で敗れてしまう。同年に全仏オープンでも二年ぶり二度目のベスト四に進出したが、フェデラーとの対戦中に六から三、四から六、二から五で危険した。二千三年全米オープンと二千六年全豪オープンでは二セットアップから相手に三セットを奪い返されての逆転負けになっている。ナルバンディアンはジュニア時代からフェデラーに相性が良く、 前述した1998年、全米オープン男子ジュニア部門決勝の後、プロ選手になってからも初対戦からナルバンディアンが5、連勝した。2005年の男子テニス年間最終戦テニス、マスターズカップ決勝で、ナルバンディアンはフェデラーを6から7、6から7、6から2、6から1、7から6の逆転で破り、アルゼンチンの男子テニス選手として、初の同大会優勝を果たした。 フェデラーは2003年10月から続けてきた男子テニスツアー大会での決勝戦の連勝記録が24で止まった。男子テニス国別対抗戦のデビスカップ2006でデビスカップアルゼンチン代表は1981年以来25年ぶり2度目のワールドグループ決勝に進み12月1日から3日の決勝でロシアと対戦した。相手チームの本拠地であるモスクワの オリンピックスタジアムで行われた決勝戦でアルゼンチンはロシアに2勝3敗で敗れて準優勝になったがナルバンディアンはシングルス2試合でマラトサフィンとニコライ・タビデンコの両選手に勝った2007年マドリードオープンでフェデラーを破りマスターズ初優勝 BNP パリバマスターズではラファエル・ナダルを破りマスターズ2勝目 2012年6月17日英語選手権の決勝でマリン・チリッチを相手に7から6、3から4としていたが、第2セットの第7ゲームをブレイクされて決行。直後に、先進の足元にある広告看板を蹴り上げ、割れた板が先進のすねを直撃して流血した。治療が必要になったため主審に失格を宣告されるという前代未聞の暴力行為で、 失格となった。罰金1万ドルが課せられ、賞金は没収された。この行為で2年ぶりのツアー優勝は消滅した。ナルバンディアンは、デビスカップ2013準々決勝のフランス戦で、ダブルスに出場したのが最後の公式試合になり、2013年10月に現役引退を発表した。ナルバンディアンは、モータースポーツにも造形が深く、 特に大のラリー好きとして知られる。彼は2007年9月からプロダクションカー世界ラリー選手権に参戦するタンゴラリーチームのオーナーになり、同じアルゼンチン出身のマルコス・リガトがドライバーを務めている。2006年ウィンブルドン選手権男子シングルス3回戦では2006フィーファワールドカップの準々決勝ドイツ対アルゼンチンの試合が見たいからという理由で、 試合開始時間が変更された逸話がある。しかし、本人は3回戦敗退、母国アルゼンチンも準々決勝で敗退した。正確なフォアハンドを武器とした、グランドストローカー。サーブはエースを狙うのではなく、スライスサーブやスピンサーブを多用し、ストロークにつなげていくことを基本戦術とした。リターンもフォアバックともにうまく、アングルショットも得意である。パワーはないが、 戦術眼に優れストローク戦だけではなく、リターンエースを狙ったり、ネットダッシュでプレッシャーをかけたり、相手に応じて様々な攻撃を仕掛けることが多かった。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、 A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。